ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、すっごく嬉しかった。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他の人と秋津遊芸を楽しみたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いたもののふが羽子板を置いた時の苦笑いや、孤独な釜井様が酒を飲みながらため息をつく様子を考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって自分に言い聞かせたの。ごめんなさい、初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、2回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず君と秋津遊芸を遊んだ。そうね、私もよくわからないわ。でも多分私はずっと釜井様のように人と秋津遊芸を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊芸、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局あなたたちは私を見つけ出したから、願いは叶わなかったわ。だからもう一つ新しい願いを言ってもいいかしら。そうね、じゃあ私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけならこれはやめておきましょう。よく聞いて、私の願いは、今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。